ちは、ここは上越新幹線の高崎です。本日は私、大学が終わってからね、大急ぎでちょっと高崎まで用事がありましたので、本当にもう直接そのまま高崎まで来て、そしてそのまま高崎で5分で U ターン、全部ね、予定は無事に終わらせることができました。いろんな方にご迷惑をかけたんですけど、すいませんでしたというわけで、これからね、東京まで向かうことになります。なんで東京行くのって言ったら、そこからまたさらに乗り換えていくところがあるからなんですが、そのまあ目的地はね、広島県の広島と言うべきかな。すぐに広島へ着くわけではありませんが、学校終わってね、高崎まで来て、そのまま引き返しまして、今度サンライズ出雲だかサンライズ瀬戸だかどちらかに乗車、そしておりますのは岡山、岡山からまあちょっと山陽地方をね、今回はブラブラしてみようかなと考えているところです。まあ、せっかくなんでね、実はまあ往復乗車券とかまあ何でもいいんですけれど、三原から広島までのね、その間を通る乗車券、まあ具体的にもうちょっと正確に言うと、山陽本線経由三原発解体地域の乗車券、その間のその2区間はですね、とりあえずプレセント、それから山陽本線までと両方ありまして、多分昔ね、寝台急行秋とかそういうのがね、走っていた関係だと思うんですが、まあ特急だったのかな、まあどっちか忘れましたけども、そっちをね、ぐるっと迂回する列車が、その一時期クレセン周りの列車が走っていたという関係で、まあ簡単に言うとどっちになってもいいんですね。だから行きはクレセン、帰りは山陽本線、そういったね、楽しみ方をして、山陽本線のクレセンと、まあつまり三原とかね、広島とか宮島口とかそういうところへ行こうというわけでございます。用意してありますね、この乗車券も行き先はこれ宮島口とこのようになっているわけです。サンライズ号にもね、まあしょっちゅう乗ってはいるんですが、そうは言っても最後に乗ったのはもう多分8月ぐらいですよね。サンライズ瀬戸号に乗って、そこから最長往復切符2度目の旅がスタートしたわけですが、その動画まだ出し終わってませんけどね、すいません、まあ一生懸命作っておりますんで、それはちょっとねご容赦いただくとして、これからまた久しぶりに寝台特急の乗車となるわけです。まあその前にもカシオペアとかにも乗ったは乗りましたが、まあとりあえずね、今普段使って普通に乗れる寝台特急としては久しぶりの、やはりねちょっとずつ楽しみになってくるものです。このままとりあえず上越新幹線で東京まで向かい、8分間の乗り換え時間があります。近頃ね、やっぱり私に送られてくるご意見、まあ丁寧な口調で書かれているものもあれば、そうでないものもいろいろあるわけですが、結構ね、そういうのはちゃんと見てね、反映させることにしておりまして、2チャンネルとかね、それから通常のコメント欄とか何でもそうなんですが、昔の方が面白かったというのはやはり結構聞くわけです。具体的に言うと、1度目の最長往復切符の旅が良かったと、まあ、1度目よりも2度目の方が良かったという方も 50% ぐらいおられますから、結局のところ視聴者の間でのね、その、まあ、偏りというか、視聴者の中で1度目の最長往復切符の旅のような動画がいいか、2度目の旅のような動画がいいかね、いろいろ分かれてはいるようですけれども、まあ、私個人的にも1度目の最長往復切符のための動画の方がいいかなと思っております。寝台席と言いますか、要するに個室、これが基本的にサンライズ号のシングルと呼ばれるね、一般的な客室になるわけですが、それよりも若干広く、また室内で立つことなどもでき、なかなかね、このこれなんて言うんですか、これ忘れちゃった、シングルの平屋席っていうのかな、これはいいものです。各号車2つずつついております。
からね、まあ、飲み物でも買おうかと思ったんですけどね、サンライズ寝台のね、車内で売ってる飲み物ってしけたやつが多いんで、まあちょっとだったらまだ買う時間もあるでしょうか。10番線にこの列車は15両です。ね、その発車の様子なんかを台風に映しても仕方がありませんので、まあ、それよりはね、普段通りの私の、ね、乗ってるのを見て、ね、皆さんに、あ、すいません、ごめんなさい、私の乗ってるのをね、皆さんに見ていただいて、それを皆さんが面白がってくださるというのは、私には未だに理解がしがたいことではあるのですが、まあ、皆さんにね、普段私の旅行をお楽しみいただいているようですから、まあ、普段通りのね、乗車の様子を見てもらえればいいのかなというふうにも思います。いちいちね、だから東京を出たからどうとか、車内放送の録音とかあんましないわけですよね。東京出たあたりがね、一番景色がいいんじゃないかなと思いますが、奥に見えてるのが貿易センタービルと、それからこの方角ぐらいに東京タワーが時折ちらりと見えるんですが、もうよく見えるところは過ぎてしまいまして、奥の方にね、一応ニョキッと立っているのが、まあ見えなくはないな、そのぐらいのところに来ております。まあ別にね、実はまた今度帰りにもサンライズに乗りますし、来週のまた水曜1週間後にもサンライズ、そしてその帰りもサンライズ号で、サンライズに乗る予定はもう5万とありますから、まあ別にいちいちそんなね、今シャッターチャンスを気にすることもないわけです。夜行列車のね、面白みの一つとして電気を消して、それでね、この景色を見られるということがあります。僕のあたりも東京タワーなど見えておりますけれども、この東京タワー、まあとりあえずここからすんなりとね、まあ、見えるというところはもうそろそろ終わりでございまして、もうあと何年か経ちますとこのあたりにも新しく駅ができるということですから、このあたりで広く空が見えるのももうそろそろね、これもまた見納めかなと。このあたり、まあ電車が止まっておりますが、奥のあたりにもある東京機関区など、このあたり広大な土地もまたさらにね、変貌を遂げるということを聞いております。大体ですね、この辺りが東神奈川の駅周辺です。この辺りは大原の簿記の専門学校ですとか、それからまあ他にもいくつか学校などもあり、また東急の東博楽駅なども近く、私もね、大学へ通う時などこの辺り通ると、ああもうそろそろ横浜を降りる支度をしなければ、そのようなことを思っていて、ちょうど放送がかかるとそのようなところでございます。ですからこの列車はもうそろそろ横浜に止まるというような案内がなされるかなと思いますが、本日はね、またそれで反射的に降りるということをやってしまっては、これはよくありません。別にそんなことにするわけはさすがにないのでありますが、まあ、これでまたこのまんまですね、いつも降りている横浜駅を今度は豪勢に寝台特急で通過というわけなんですが、まあ、しかしよくよく考えればね、いつも豪勢に横浜駅まで行っておりますので、まあ、あんまりいつもと豪勢さんに関してはね、違うところはないのかもしれません。通過しているのは大船です。もうよくね、私大船駅でこうやって下っていくサンライズ号のね、写真なんか撮ったもんです。受験生の時なんかね、この東海道線をずっと下ってて、ね、それで帰りまたじゃああっちへ戻ろうみたいなんでね、夜遅く電車に乗って帰って、それでずっと勉強してたりなんかしたもんですが、その時に一旦じゃあ大船で降りてね、サンライズの写真だけ撮ってから帰ろうなんて、わざわざそのために、ね、受験生なのに大きなリュックサックを持って中に入れたものといえば一眼レフカメラでございます。もう列車はね、まもなく小田原に着くというところなんですが、向かい側はこれはスーパービュー踊り子のやつかな、まあよくわかりませんが、多分そうだったのかなと思います。渡っているのはいつも名前忘れてしまうんですが、これが酒場川であっていたのか、まあ川の名前ももはやどうでもよく、もうね、ダラダラとして、またこれであとは食べ物なんかを食べてればいいわけです。なんか画面が何にもね、映っていないようですね。ただ暗いところで私が喋っているのをお聞きいただいているだけと、そのような状態なわけですが、まあいつも私の動画が適当なのはそれは変わりませんから、まあ良いということにさせてください。先行の列車がね、のんびりと走っているようだから、こちらもね、それが小田原に着くまではまたのんびり走らざるを得ないということになっております。11時を回ってね、今もおなじみの早川根府川とかね、その辺りを通っているんですが、まあいつも海側の景色をね、踊り子なんかに乗った時にご覧いただきましたけれど、本日は山側の景色、まあ夜景といえば夜景と言えなくもない石橋地区の光景と、お奥にちょうど新幹線がやってきて、このね、山側にカメラを向けていたのも正解だったかなと思われます。こんな遅い時間でもね、新幹線は頑張って走って、まあとりあえず三島辺りまでは行くということなんでしょうかね。
こちら側のサンライズ号で行くという場合ね、いろいろと、まあ、まだ他にも手段がありまして、さっき私が東海道じゃなかった上越新幹線で東京から乗り換えましたけれども、もしあの1本後の上越新幹線になってしまうということになりますと、先ほどのあの場所でちょうど追い抜いたあの新幹線こだま号、あれに乗って熱海まで先行して、そして熱海駅でこちらサンライズに乗り着くということで、もうちょっとね東京駅の出発時間を遅らすこともできるようです。トンネルをねたくさんどんどん立て続けにくぐるようになるともう熱海でございます。今週も月曜日に一旦熱海に来ておりまして、今日もまた熱海ですから、まあ、しばらくね熱海にたくさん来るというか、まあ、通るだけなんですけどね、そのような機会が増えるのかなと。この辺りはね海が綺麗で、また山もすぐ近くに迫り、夜でもね車内から漏れ出る光などで多少外の様子がうかがえますから、まあ、乗っていてもね特に楽しい辺りなのかなと思います。小田原を通過するともう車内放送はなくなるということですから、ここからはね静かに到着して、そしてそのまま出発するだけ。熱海駅からは乗務員が交代ということになります。ここまでお乗りになっていた車掌さんが JR 東日本でしたが、近頃ではねこれが東海にもう今立ってらっしゃいましたけどね、東海の人に変わるということで、熱海とそれから途中何箇所か他でもいろいろと交代があるようです。昔はねそのまま JR 西日本の人が乗って東京から行っていたんですけれども、最近そうではなくなりました。もう熱海駅では終電が確か出ている、そのぐらいの時間帯でございますから、他の列車がね変なところに入っていても明日の出発の準備とか、そういった状態です。奥に一番奥止まっております湘南ライナー号のねその準備の列車などもあり、これからまた明日の朝改装されて小田原などへ向かうようです。ホーム上でタバコを吸ってる人もいるようでね、まあ、ちょっとさすがに吸っちゃいけないとは思うんですけれども、しかしまあ、吸っちゃいけないんだけれど、まあ吸ってもとりあえず受動喫煙とかそういうのをね、被害を被る人はとりあえずいないという事実もまた同時に一応お伝えしておこうと思います。ちょうどまた声をかけられてきたようです、車掌さんに。音もなく熱海を発車いたします。熱海の手前は小田原の方が大きい町なわけですが、なぜか小田原には止まらず熱海駅に停車をするというのが寝台特急の伝統です。急行列車だと小田原に止まることもありますけれども、基本的には熱海で止まるということになってます。これはこのサンライズ号だけに限らず、往年の富士号、はやぶさ号、桜号などみんなそのようになっておりまして、なんで確かに熱海に止まらないんだろうなという話をしていたんですが、これ確かにそうでね、昔はもしかしたらその本当に昭和の新婚旅行などで、熱海がめちゃくちゃに栄えていたその頃は、この夜行列車で熱海などへ来るという需要ももしかしたらあったのかもしれません。ねえ、こう夜遅くまでね私も仕事眠いんだけど、まあ、これ仕事っていうのかっていうと、ね、あんまり言わないような気もするんですけど、まあ、とりあえず収入を獲得する手段をここでこう活用しているという言い方が最も正確なのかな、まあ、仕事というものの定義もね微妙なんですけれども、まあ、とりあえずでも眠い中ですね、自分でお金を得るために頑張っているというのは、まあ、労働みたいなもんだと言ってもいいでしょうか。寝台特急に乗りながらもね、こういうことやるようになっちゃいます。なんか人生の面白みがかえって減るような気もするんだけど、ちょうどただいま到着したのは富士駅です。もう時間がね今23時54分ですから、まあ、もうそろそろ寝るかな。さすがにね静岡に着くまでにはね寝たいんですよね。明日の朝も早いからね、なんか前にサンライズに下りに乗ってあそこね最長往復切符の旅スタートした時も実は結構遅くまで起きてたんですよね。静岡ぐらいまで動画の編集を頑張ってね、それから寝ていたという記憶が、まあ懐かしいですけれども、当時と結局なんかあんまり変わってないですからね。動画の編集って本当に大変なんですよね。のんびりね布団にくるまって、ああこれもう熱海まで来たなというのをまたねやりたいもんです。でもね私もまあいろいろね東北方面とか関西方面とか、それからまああとは北海道いろいろ乗りましたけど、いやこれしちゃって言ったらやっぱね、なんだろうな、東海道って感じがしますね。こう沿線にこう家があって、まあ時折こう街灯とかねそういうものもちゃんと見えるし、これ東北北海道だともう本当に真っ暗なところねひたすら走るということになりますから、ああどうもねまあ街の中、夜中の移動をしているという感じはしませんし、また夜中にね、こうスピード、猛スピードを出して大急ぎで走ってくるんですよ、この寝台特急はね。一応大昔の特急こだまぐらいのスピードは出しているわけでして、まあこれはね、サンライズ号の性能で言ったらまだ余力はあるわけですが、そうは言ってもかなりの本当にね、高速で頑張ってくれております。
こんぐらいの、ね、スピードで、こうパッとね、行くっていうのはやっぱりあの一晩かけてね、夜中行けるところまで行って時間を有効に使わせようというね、その気概が見て取れますから、やはりなんていうか東海道系のブルートレインと夜行列車とそれから北へ行くブルートレインのね、その間には随分ちょっとこう一個ね線が引かれているような、あ、そういう違いをね感じるような気がいたします。もっとも現在では東海道方面のサンライズ号しか残ってはおりませんが、こうやってね実用的な目的で寝台特急を利用することができるというのも、これなかなか幸せなことです。寝台に乗るためというよりもね、時間的な制約なので、こう寝台に乗ってでそれでねこうやって行くっていうのは、なんかねあの効果的な寝台列車の利用方法をね、こう自分でちゃんとやっているというわけですから、寝台特急マニアとしてはやはり嬉しいものであります。今日本当にね大学終わって大急ぎで高崎まで行って大急ぎで帰ってきて、そのまんま乗ってね、その今度広島方面ですから、あ、これ確かにね、この時間に出てくれる夜行列車じゃないと無理だったなというわけです。ただいま通過しておりますのは由比ですかね、もうそろそろ由比の、由比というか富士の次は、まあ、静岡ですけれど、あと20分ぐらいといったところでしょうか。静岡に着くまでには寝ますよ私も。そんなこと言ってる間にね、これは今通過してるのは多分清水でしょう、ちびまる子ちゃんの清水です。もう清水まで来ちゃいましたよ。東京から出て早2時間で、ね、清水まで来るんだから、なかなか便利な特急列車ということもできます。昼間に、ね、走っててくれても私も積極的に使いたいと思える列車ではあるんですが、まあ、昼間だったのに静岡まで1時間で着くっていうんだから、そんなところでねわざわざこんな在来線の列車に乗る人なんかいるわけはないわけです。まあ、しょうがありません。これでね清水のこの駅前の商店街などを見ながら、あと10分ほどで静岡です。静岡まで着きましょう。こんなとこから乗ってくるんですね、皆さんご苦労様です。というか別に苦労したくて皆さんだってね乗ってこられるんじゃないでしょうけど、このぐらい、これで最後の本日乗車といったところでしょうかね。明日はまた多分浜松で乗ってくる人ってほとんどいないだろうからね、朝降りるのは、姫路から始まって姫路、岡山と、この辺りでゾロゾロっと瀬戸は降りていくことでしょうか。もう眠いんですからね、眠いですからねってそんなこと言ってもしょうがないんですけど、もういいやこのままで寝てね、別に服なんか1日ぐらい着替えなくたってそんなこと言うとまたねアンチの皆さんに怒られるかもしれないけど、別にこの時期の服1日着替えないからってどうってことないでしょ。カバンの中にね私の一応ワイシャツなど入っておりますし、また明日の朝ね着替えれば、まあ、それでも文句はないですよね。別にそれに着替えってのは人に文句を言われないためにするもんじゃないしね、そんなどうでもいいや。今通過したのはどこかの、さっき安倍川通過しましたんで、こっち船とかその辺よく分かりませんけど、この辺で、休ませてもらうことにしましょう。藤枝かな今のな、どうでもいいやね、すいません、おやすみなさいませと、間違えちゃった。もうね真っ暗になりましたけどね、音を聞いていれば今走ってる場所なんてのは分かるわけです。間違いなく今渡っている川は大井川でございます。もう真っ暗でね私も寝ようと思ったんですけど、床の下から大井川のこのガタンゴトンという音が聞こえてくるもんですからね、やっぱりついついこんな話し始めてしまいます。昔は人を肩に乗せ渡りし話の夢の後までいいんでしたっけ、もうそんぐらいでいいでしょうかね。この辺りでもねいろいろ鉄道商家の名所がこう続くところでございます。東海道は全部そうなわけですけれども、最後にたまにはね私も寝る前の子守歌、子守歌っていうのか分かりませんがね、周りのお家に迷惑をかけないような配慮などをいたしつつ、どっか一節でも歌ってそれで休ませてもらうことにしましょうか。春咲く花の藤枝も過ぎてしまったの昔は人を肩に乗せ渡りし話も夢の後。それじゃあ皆さんすいません、お粗末様でございました。おやすみなさいませ。また明日おそらくは山陽本線に入ったあたりで目が覚めるんじゃないかなと思っております。